ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国の人権侵害と環境破壊についてお話ししていきたいと思います。近年世界では再生可能エネルギーや電気自動車の普及に伴ってレアアースやリチウムなどに代表される鉱物の需要が高まっています。レアメタルと呼ばれるこれらの鉱物は日本でも古くから注目を集めていましたが、最近では多くの諸外国がデジタル化とグリーン化に邁進する中で、その重要性にかつてないほどの関心が向けられています。現在そんなレアメタルに関して世界的な供給網の確保という点で優位な立場にあるのが中国です。レアメタルの採掘はアフリカやアジアなどの多くの国々において行うことができます。しかしその一方で各国で採掘された鉱物の製錬加工施設は中国国内に集中しており、各産出国への影響という部分でも中国が他の諸外国を大きく引き離しているんです。ただそこは他でもない中国だけあって、世界のレアメタルを確保する過程にあっては人権侵害や環境破壊といった様々な問題が発生しており、多くのレアメタル産出国が甚大な被害に苦しんでいます。そこで今回は中国が進める世界規模でのレアメタルの確保について取り上げながら、その負の側面についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。2022年のロシアによるウクライナへの侵攻以降、世界的に大きな注目を集めることになったのが我々の生活に欠かせないエネルギーです。各国における原材料価格の高騰もさることながら、この戦争に端を発した世界的なエネルギー事情の変化は各国にエネルギー政策の再考を促す重要なきっかけとなりました。石油の世紀と呼ばれた20世紀が終わり、21世紀は脱石油の世紀になるだろうと目されていますが、エネルギーをめぐって繰り広げられた過去2年ほどの世界各国の動きは決して直接的な形ではないにしろ、そのような全世界を巻き込んだ大きな変化の前兆なのではないかとも考えられます。そうした中で近年に限った場合、世界の国々中でも特に先進国において顕著に見られるのが再生可能エネルギーと電気自動車の普及です。世界的規模で進むグリーン化の流れの中で、この2つの現象は単に環境保護の分野にとどまらず、経済構造や社会制度をも変質させつつあると言っていいでしょう。言うまでもなく、再生可能エネルギーも電気自動車も元々の普及率が低いため、実装率や市場シェアが急速に高まるのはある意味で当然のことだと言えます。また先進諸国の多くでは CO2 の削減や EV シフトの推進といった旗印のもとに、補助金の給付や税金の減免といった大胆な支援策を行っていますので、その点から言えばこれらはある種の作られたブームと言えます。しかしいずれにせよ、そうした現象が起きているのは紛れもない事実であり、今や先進諸国の多くが近い将来におけるカーボンニュートラルや EV シフトの実現を歌っているわけですね。日本はどちらかといえば石橋を叩いて渡るという姿勢を続けていますが、世界の流れはグリーン化に一挙に傾いているという感があります。例えばそのことは、世界の先進諸国が競うようにレアメタルの確保に乗り出しているという事実によって裏付けられます。再生可能エネルギーの送配電設備を建設するためには蓄電池やモーターなどが不可欠となり、これらを製造する際には大量のレアメタルが必要になります。しかし先進諸国の中で多量のレアメタルが産出されるのはオーストラリアのみであり、数ある鉱物資源の中でも特に抽出が困難で、なおかつ産出量も少ないレアメタルはそのほとんどがアフリカやその他の発展途上国に存在しています。そこで先進諸国は国内でグリーン化政策を進める中で、いやおうなく急増することとなったレアメタル需要を満たすため、アジア、アフリカ、南米などの多
くの発展途上国に触手を伸ばし、レアメタルの確保に全力を注いでいるんです。他方でこのような全世界を巻き込むレアメタルの獲得競争の中で、先進諸国とは一線を画しつつ強力な立場を築いている国も存在します。それが再生可能エネルギーと電気自動車の双方において世界のトップランナーとなっている中国です。レアメタルは今でこそ戦略的な重要性が見出され、世界的な需要を増大させていますが、かつてはそれほど価値の高いものとは見られていませんでした。ところがそうした中で、中国は1990年代からレアメタルの保護政策を行うなど非常に先見的な取り組みを行ってきました。中国国内ではニッケルが一定程度の産出量を有する他には、特にこれといったレアメタルは産出されません。しかしその一方で、労働コストの低さや環境規制の少なさという点から、レアメタルの精錬と加工に関しては諸外国と比べて有利な条件が揃っており、そうしたことからいくつもの生産施設が建設され、現在では精錬加工プロセスの大半が中国に存在するという状況が生まれています。また中国は世界のレアメタルのほとんどが開発途上国に存在するという中で、そうした国々にも早々に戦略的な動きを仕掛けていきました。今ではほとんど失敗に終わったと言われる一帯一路を進める過程において、大規模な資源開発投資を行っていき、諸外国に先んじてそれらの国々に埋蔵されるレアメタルの権益を獲得していったんです。そしてその結果、中国はレアメタルの世界市場において圧倒的なシェアを獲得することとなり、今では先進諸国の多くがレアメタルの調達に関して中国に大きく依存するという事態にまで立ち至っています。少なくともこの領域に関する限り、中国はすでに世界の覇権を握っていると言っても決して言い過ぎではないでしょう。しかし中国がそれほどまでに巨大な力を持つということは、当の中国と中国に従属する国々にとっては願ってもない状況なのでしょうが、それ以外の世界の圧倒的多数を占める国々にとってはまさに悪夢のような事態だと言えます。なぜなら中国はレアメタルを生産するために必要となる採掘、精錬、加工という3つの主な過程において、今もなお人権侵害と環境破壊を繰り返しているからです。まず人権侵害について言えば、特にその被害が顕著なのがコンゴ民主共和国です。同国は世界最大のコバルト産出国であり、その産出量は世界全体の7割にも及びますが、そんな同国におけるレアメタルの採掘は現在でも人力小規模採掘と呼ばれる方法によって行われています。これは要するに少人数の労働者が素手で鉱物資源を掘り出すという方法で、コンゴ民主共和国では今も昔も家族ぐるみで働く労働者が多いんですが、同国のコバルト鉱山の大半の権益を抑えている中国は今に至るまでまともな安全対策を講じず、それどころか労働事故を黙殺したり児童労働を行わせたりするなど、とてつもない人権侵害を繰り返してきたんです。他方で環境破壊については、インドネシア、ペルー、ミャンマー、ジンバブエなどに加えて中国国内でも大きな被害が確認されています。そもそも鉱物資源の採掘に関しては、地表を壊した上で削り取るという工程が必要であるため、生態系への影響を含めて大なり小なり環境破壊が発生することになります。そしてその中でもレアメタルに関しては、採掘過程で排出される化学物質が適切に処理されなければ、周辺の土壌や地下水などが高確率で汚染されることになり、レアアースなどに至っては適切な管理を怠ると放射能汚染を引き起こすことになってしまいます。ところが中国はこれらの全てに関して、先進諸国の基準からすればほとんどなきに等しい対策しか行っておらず、その結果として多くの国で土壌や水質の汚染、野生生物の減少、給水の阻害、さらには労働に従事する人々の汚染被害といった問題が続出する事態になっているんです。昨年、国際 NGO のビジネスと人権リソースセンターが発表した報告書によれば、鉱物資源の調達をめぐって中国企業が行ったとされる人権侵害と環境破壊は、2021年の1月から2022年の12月にかけての2年間だけで102件に及び、その被害国は先ほどのコンゴ民主共和国やインドネシアなどを含めて18カ国に上るとされています。このようなことが
国際的な基準から言って許し難い暴挙であることはあえて指摘するまでもないでしょう。現在世界の先進諸国はレアメタルの調達をめぐって脱中国を目指しているところですので、今後は中国の暴挙に苦しめられる開発途上国を一つでも減らすために、そうした動きがますます加速することを願うばかりです。この問題には引き続き注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。グループチャンネルアジア情報局では少しコアな観点で中国経済や社会の実態をお話ししていまして、サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。